ありがとうございました。どうぞ。はい。ホシパレの未来を変える黄緑色担当のカエピョンです。よろしくお願いします。シナモン好きだもん、今日もあなた映っちゃうもん、星空パレット育成コクマピンク担当の水木です。よろしくお願いします。はい、クマと飛行機が大好きな星パレみんなのお姉ちゃん紫色担当のリカ子です。よろしくお願いします。失礼します。星パレの末っ子水色担当のパルです。よろしくお願いします。星パレの救世主緑色担当のうららです。よろしくお願いします。はい、星パレの黄色担当の木虫少女の花です。よろしくお願いします。はい、星パレのポップコーンスマイル一期生の赤色担当リーダーのあちゃんです。よろしくお願いします。スパルの隠れ女王アオル担当なっちゃんです。よろしくお願いします。はい、では今日はこの9人で頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ次の曲いきましょう。目で追いかけてた。
知らせだから、はい、ちょっと前行く、はい、そうね、入るか、ギュッてなって、はい、ギュン、はい、では、ホチパレのステージもちょっと後半戦になってきたので、今聞いたばっか、先に言うさ、それは遅刻、もう終わりや、はい、じゃあホチパレからお知らせを3つさせていただきます。なになに、一つ目は、はい、明日、新木場スタジオコートさんで行われる、イニダル2019-20 ウィンター決勝戦に星空バレット出場させていただきます。はい、新木場を年間のね、新木場なので、新木場を星パレ色に染められるように精一杯頑張ってまいりますので、皆さん応援よろしくお願いします。よろしく。はい、二つ目は、はい、先ほどもちょっとお聞きしたと思うんですけど、3月3日に、梅田のアムホールでスプリングフェスティバルが行われます。
私、まあ、今年で卒業になるので、春の3月3日のスクフェスの卒業生コラボの方にも出させていただけますので、ぜひそちらの方にも足を運んでいただければ嬉しいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、3つ目は、はい、ラスト、3月7日の土曜日の16時半会場、いや、16時に始まるよ。あ、そうですか。16時、16時前、間違えた、18時、6時の18時18時開演で、神戸の元町のベースオントップ3階ボットホールで、星空美術館ボリューム5の、星パレ卒業式を行います。イエーイ。この公演で、この公演でラストになる人たちもいっぱいいるので、9人の星パレを目に焼き付けてほしいなって思います。予定ある人もない人も、もう遠い人も全員来てください。お願いします。よろしくお願いします。ありがとう。はい、じゃあ私たちの最後の曲披露しましょうか。はい、去年一日すごいたくさんのグループのステージを初めて見て、刺激もいっぱいもらって、明日への活力になったらいいなと思います。はい、では最後の曲お願いします。全然眠れないもん、エネルギー余ってる、勉強スポーツ部活だけで疲れないもん、パワー全開、こいでもしてれば、hey! ハートが燃えていいかもね、心が周りには、hey! ときめくこともないし、月に向かって吠えるだけ、思春期の はスペシャルガールズレボリューションボリューム62星空パレットのステージを見てくださり、本当に本当にありがとうございました。はい、私たちこの後終演後物販させていただきます。今日東京遠征初ということで、初めて私たちのことを、見ていただいた方もたくさんいると思うので、たくさんたくさんお待ちしてます。来てください。以上、江南大学星空パレットでした。ありがとうございました。バイバーイ。行きます。ありがとうございます。ありがとうございます。絶対結婚しような。うわー。あと割り食べていきたい。